全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送がタクです。お願いします。グラデーション稲川淳二ですけども、さあそんな今日なんですけど、こんな DM だったんですよ。タクさん、こんばんは。こんばんは。何年か前に映画の元ネタになった事件の動画作ってましたよね。なので資料館の元ネタになった事件についても取り扱ってください。あまり深掘りしてなかったと思うので、詳しく動画にしてくださいということなんですけど、こちらありがとうございます。今日はホラー会なんですけど、やはり映画の元ネタ、有名なものでいくとこのリクエストにある資料館ですよね。あれ面白いよね。ちょっと知らない方のためにもざっくりですけど、人里離れた地に立つ一軒家に引っ越してきたとある7人家族、その土地にまつわる恐ろしい事象に巻き込まれていく様が綴られる、過去実際に起きた奇怪な事件を元に描くサスペンスホラーということで、この映画2013年の第1作目の資料館がこれメガヒットしてね、続編とかスピンオフ作品が続々と作られてシリーズ化されて、日本だと去年10月時点で全9作品が公開されています。ハリーポッターと同じくらい実はあるっていうね。まあちなみに僕は全部見ましたけどね。ただこのシリーズを通して、この超常現象研究家のウォーレン夫妻のみに起きた事件を題材としてはいるんですけど、実話とフィクションが混在してるみたいな話で、ちょっとがっつり追ってる方は詳しいと思うんですけど、実際このウォーレン夫妻による悪魔払いっていうのは行われていなかったりとか、人体に及ぶような直接的な被害はなかったので、当時彼ら一家はそのまま引っ越してきた家に住み続けていたみたいなんですけど、ただ一方でですね、これ映画に登場した7歳の少女が憑依してるっていうね、アナベル人形に関する呪いとか怪奇現象は実際に起こっていたと。これ今なんか箱にぶち込まれてますね。だから今日はこの本作シリーズの元になった実はペロン事件っていうものがあってね、その事件についての紹介と、いろいろ他にも実は心理チックな事件って起きてるんだよっていうのを紹介していこうかなと思います。じゃあ早速なんですが、これは今から50年ほど前のお話です。だから本当にあった怖い話で、この枕で始まったらちょっと聞く気失せるよね。いや前すぎるやろみたいな、これは今から120年前の話ですみたいな、お前いくつやねみたいな、まあそれはいいとして、まあ、この50年前ですね、ペロン一家っていう、夫ロジャーペロンさん、妻のキャロリン、そして5人の娘たちからなる7人家族がいらっしゃったんです。結構な大家族ですけど、彼ら1971年アメリカのロードアイランド州ハリスベルというね、田舎町にある古い屋敷を購入して引っ越してきたんです。ただこの屋敷なんかおかしいんですよね。っていうのも、引っ越した翌日からいろんな現象を起きるんですよ。だいたい引っ越して1ヶ月経ったある人がでしょう、もう翌日です。それがまず屋敷中の時計が午前3時7分で止まるという、ね、あと夜中に扉が謎のパタパタ足音声、あとは異臭が立ち込めるっていうね、人が死んだみたいな匂いがしてたんです。あとは固くなに屋敷に入ろうとしなかった愛犬のセイディが不審な死を遂げる。悲しい、セイディ。妻キャロリンの体に謎のあざができる。四女シンディちゃんが無遊病状態になり、部屋のクローゼットに頭を何度もぶつける。五女のエイプリルちゃんが姿の見えないローリーという男の子の存在を認識し始め会話するってもので、もうこの子供たちにいろんな危害を及んだんで、ペロン夫婦はその後の1974年アメリカの有名な超常現象研究家のウォーレン夫妻に調査を依頼したんですね。このウォーレン夫妻っていうのは何者なのかっていうと、夫のエドがですね、カトリック教会が唯一公認した非聖職者の悪魔研究家なんですよ。妻のロイレンっていうのは透視能力、霊視能力を持っていました。幼い頃から心霊現象を体験して、だいたいこれまで1万件以上に及ぶ事件に関わっていたと言いますね。ちょっと関わりすぎよね。そんな調査の中で、この怪奇現象の正体が母親に取り付いた悪霊であるということが明かされたんですよ。っていうのも、この屋敷もともと1863年にジャドソン・シャーマンという農家の男性が建てた家なんですよ。この方は別にヤバくなかったんですけど、実は彼の妻バス・シーバが結構ヤバくて、トイ・ストーリーとかで出てきそうな名前ですけど、彼女巷では魔女って呼ばれてて、裏の顔を持ってたって言うんですよ。っていうのも、彼女は生まれて間もない生後7日目の我が子を悪魔の生贄にしようとしたのをですね、夫に見つかったんですよ。最後はこの地を奪う者を全員呪ってやるっつって、そう告げて首吊り自殺を図って亡くなったと言われてて、この彼女が自ら死を遂げた時刻っていうのが午前3時7分まさにちょうど時計が止まってる時刻なんですよ。調査の結果、そういった曰く付きの物件であったことが判明したんですね。さらに1930年代、ウォーカー夫人という人物がこの屋敷を購入して住んだんですけど、彼女の息子ローリー君が森で行方不明になって、その後ウォーカー夫妻も地下室で自殺したとされてます。つまりこういった過去があって、怪奇現象の正体も死後ですね、悪霊としてこの土地に留まっていた魔女バスシーバの仕業じゃないかという、そういう結論に至ったそうです。その後ですね、この屋敷にこのペロン一家が住んでいたのは1980年ぐらいまで、映画公開されてから数年が経過した2019年は、このウォーレン夫妻と同じように超常現象を研究しているハインツイン夫妻というのが転売目的のために43万9000ドル、これ日本円でだいたい5700万円ぐらいで購入したんです。それを売りに出してから10件以上のオファーがあったそうなんですけど、意外と最近でね、2022年の6月にボストンに住んでる不動産開発業者のジャクリーン・ヌニャスさんという方になんと1億9800万、約2億で売ってます。素晴らしいね、4倍ぐらいです。
ですよ。で現在ですねこのヌニスさんはですねこれ物件使って敷地内にテントを建ててキャンプ滞在をする特別イベントをですね6月から10月まで行ってるそうでして、滞在すると一晩中屋敷の中を調査できます。これなんか同じようなこと誰かやってたなと思ってこう思い出して、暗夜か暗夜キリキじゃないかこれ。さすがにこの広さ的にちょっとすごい怖いんですけど、挑戦したいと勇気のある方は調べてみてください。あと似たようなものでいくと少し前なんですけど2012年にアメリカで撮影されたポゼッションっていうね呪いの箱にまつわる実話から着想を得たホラー映画もあって、ポゼはこっから来てるのかな。この本作ではディビークの箱っていうね呪いの箱があるんですけど、箱の悪魔がいろんな超常現象を起こすってもので、本物の箱を使って実はこれ撮影してるんですよ。ディビークの箱っていうのは古代ヘブライ語で封じ込めた霊っていう意味でして、外観は木製で小型のワインセラーみたいになってて、元々分かってることとしては移民としてアメリカにやってきたユダヤ教徒のポーランド人女性のものみたいで、彼女がこのアメリカに渡る際にですねスペインで法霊術で召喚された悪魔が封印されてるっていうこの箱を購入したんですよ。で自身が亡くなる前もこの箱は絶対に開けないでと、で私が死んだら一緒にお墓に入れてと、そういった遺言を残してたんですよ。ただ、ユダヤ教の風習で一緒に埋葬できないというのがあったらしくて、でその後売り払われたんですね。で長くにわたって骨董収集家とか大学生とか医療関係の博物館館長のテーマで渡ったんですけど、この箱を手にした人がもう次々と体調不良とか心霊現象といった異変が起きたということで、本当にこれ悪魔封じ込められてるんじゃねってなったんですよ。でこれ何が入ってたかって開けた人がいてね、でこの箱の中身ペニー硬貨っていうね英国の硬貨が2枚、乾燥したバラのつぼみが1枚、金色のワインカップが1個、黒色茶色ブロンドの紙の束、怖い、ヘブライ語が彫られた金メッキの彫像、キャンドルホルダーとかね、こういったものが入ってて、どういう意図があってこれ全部入ってるのかっていうのは分かんないですけど、髪の毛とかねワインカップっていうのがちょっと怖いですよね。でこれが実はなんか過去に悪魔バレをしようとした人たちが入れたものだと、でその際に使われたから悪魔に憑依された人の持ち物だとか言われてますね。だから何かしらの効力があると思って使ったと思うんですけど、ワインセラーの形しててワインカップってなんかただ飲んでただけじゃないよなと思いますね。じゃあこの現在なんですけど、このディビュークの箱、アメリカの超常現象研究家であるザック・バガンズさんという方のもとに寄贈されてて、彼の所有するラスベガスのお化け博物館にて展示されていますが、アメリカって結構超常現象研究家って多いんですね。ただこのアメリカだけではなくてね、他にも結構幽霊が関与したと言われてる事件起きてまして、例えばホリアノンの幽霊、これ有名なんですけど、幽霊と有名、これは1901年8月、イギリスからフランスのベルサイユ宮殿に観光に訪れていた2人の女性教師がこの宮殿の庭園にある小トリアノン宮殿を訪問した際にですね、過去にタイムスリップしたという話で、このショートリアノン宮殿っていうのが生前のルイ16世がマリー・アントワネットに与えた宮殿だと言われてて、宮殿での騒動があった時にこのマリー・アントワネットが静かに過ごせる場所としてここを利用してたんですよ。このマリー・アントワネットと出会ったというんですよ。でその証言をした彼女たち、夕方の4時ぐらいにこのベルサイユ宮殿を出てパンフレットを頼りにこのショートリアノン宮殿に向かうんですけど、途中で道に迷ったんですね。でやがて2人の男性を見かけて、その男性たちからこのまままっすぐ行けって教えてもらうんですよ。でまっすぐ歩くんですけど、なんか今度は夢の中にいるような感覚に襲われたと。で次はコテージが見えてきて、さらに言われた通り歩き続けて再び帰路に差し掛かって、じゃあどっち行こうかなってなってたら、今度は突然どこからともなく現れた別の男性が大きなソンブレ帽みたいなのをかぶった人で、その男性が、奥様方そこを通ってはいけません、どうぞこちらへ、こちらへっつって、ショートリアノン宮殿まで道を案内してくれた。で目的地に到達して、彼女たちは宮殿見てたんですよ。じゃあ宮殿の前になんか座ってね絵描いてる女性がいて、その女性今ではないような古いタイプのドレスを着てて、頭には日光を避けるための大きな白い帽子をかぶっていたんですよ。でなんか雰囲気違う方いるねっつって顔を覗き込んだら、マリー・アントワネットだったって言うんですよ。いやーマリー・アントワネットいるってなって、そのまま観光してるんですよ。なんでそのままよく観光できる、結局無事イギリスに帰ったっていう事件があってね、過去にこれがタイムスリップしたのか幻覚を見たのか、はたまた幽霊だったのか、これ真偽不明です。あと日本でこれは神隠しだったんじゃないかと言われてるのが、行方不明から24年後に発見された坪野高専肝試し失踪事件ってもので、これは以前動画でもね紹介したんですけど、これは1996年の5月、富山県の氷見市っていうね魚がすごく美味しいところなんですけど、当時19歳の会社員とスーパー店員の2名の女性がですね、家族に肝試しを行くっつって自宅から車で外出して、その日の深夜ですね、ポケットベルで魚津市にいるっていうメッセージを友人に送ったんですけど、その後すぐ行方不明になったってことで、2人は当時この魚津市の山中にある坪野高専っていう8階建ての温泉旅館の跡地に向かったんですよ。でこの廃旅館っていうのがこの事件の14年前、1982年に廃業してて、それ以降手つかずになってるっていう場所でしてね、不法侵入して肝試しをする人は結構いた
たんですよ。その後行方不明の連絡を受けた県警とか捜索隊がこの辺りで捜索したんですけど、人はおろか車すら発見できなかったんですよ。なので何か事件に巻き込まれた可能性のほか、一部ではいろんな国による拉致説もささやかれたんですけど、二人の行方っていうのは依然としてつかめず月日だけが経ってたんですね。そこからようやく進展があったのは、この失踪から18年後の2014年12月、県警がですね、当時女性二人が乗った車が海に転落したのを見た人がいるっていう、ね、そういった情報を入手して、さらにその5年後の2019年、その目撃者の男性3名を特定できて事情聴取を行ってるんですよ。ただなんか妙なこと言うんですよね。それがあの日の深夜、後に彼女らの遺体が発見された伏木富山港付近、この駐車場で車に乗った若い女性2人がいた。で声をかけようとしたら突然後ろ向きに発進して海に転落したって言うんですよ。ただ通報しなかったって言うんですよね。で結果2020年の3月、証言通り日本海の沿岸にある伏木富山港の海底で軽乗用車と車内から複数の人骨が発見されました。 DNA 鑑定をしたら失踪した彼女らのものと特定できたんですね。で、まあ、失踪から24年が経って発見されたこの事件ですね、警察に通報できない何かしらの事情があったのか、もしくは事件性があったのか、これが殺人事件だとしても、まあ、発見された人骨から死因を特定できない以上立証することはほぼ不可能で、警察が事件として扱わない以上この謎が解明されることはありません、はい、他にも日本でね、映画で行くと幽霊団地騒動というのがありましてね、これが2022年4月に公開された N 強盗という映画の元だと言われてます。2000年、岐阜県富加町で4億円の費用をかけて1999年に完成した4階建ての町営住宅で、この団地の住民からも異音がするっていうね訴えが相次いで、地元紙の報道をきっかけにテレビの取材とか霊能力者までもが団地に押し寄せて大パニックになったってことですね。シャワーの水道から勝手に水が出る、テレビのチャンネルが勝手に変わる、食器棚が開いて皿とか茶碗が2メーターぐらい飛び出すと、コンセントが入ってないドライヤーからいきなり熱風が吹き出すと、こういった現象も発生したんですけど、ただこちらについても真偽は結構不明で、そのため一部ネットでは家賃を下げるために住民たちが結託したんじゃないかとか、あとはまあ地域を活性化させるために町おこし計画だったんじゃないか、あとは一番多くの被害を訴えていた女性が結構オカルト好きだったっていう話があって、彼女が異常に騒ぎ立てて集団ヒステリー的に周辺に拡散したんじゃないかとか、いろんな憶測があるんですけど、いずれにせよ結局何があったのかっていうのは今までに分かってません。はい、まあいろいろといくつかね幽霊事件含めて紹介したんですけど、じゃあちょっと仮にもし事件化して幽霊の仕業であると主張したらどうなのかという疑問なんですけど、結論から言うと、これ今日本の法律は幽霊は存在しないという体で作られてるんで、人権を持たないこの幽霊というのは処罰の対象にはなりません。ただまあ一方でそうじゃない場合というかね、あの事故物件になるとか話は別でね法律があります。例えば居住用のマンションの一室で居住者が亡くなったとして、で以降その部屋は幽霊が出るっていう風な噂になって入居者がいっぱい変わったと、じゃあその事実を隠して売り主が買い主との売買契約を続けていた場合ですね、これは損害賠償請求とか解除代金の減額請求が可能となっています。あと似たものでいくと、相手を呪うとかね、お前のこと呪ってやるからなとか言った場合は脅迫になったりしますね。牛の国参りとかもそうなんですけど、お前のこと呪ってやるからなっつって、あの幽霊が写ってる写真とかを勝手に送ったりすると、相手に危害を加えようと思ってなくても害を与える旨を告知するっていうね、そういった認識があれば脅迫罪が成立します。結構脅迫罪の要項ってね、相手が怖かったかどうかっていうところなんで、その言い方言い回しじゃないっていう場合が多いですね。これ結構この言い方だったら大丈夫でしょみたいな人いるんですけど、そうじゃないんですよ。さらにそれをやめずに相手がノイローゼになったりしたらもう傷害罪で、その行為が業務を妨害していれば威力業務妨害罪が成立します。なのでもし相手が警察に被害届を出した場合ですね、こちらの罪に問われる可能性ありますので注意してください。はい、というわけで今日は映画の元ネタになったね心霊チックな事件紹介しました。夏終わりますけども、これまだ見てないよって方はね、全部一気見できるぐらい面白いんで見てみてください。というわけで今日は以上、皆さんも幽霊が起こした事件知ってたら教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。